ちょっと曲名、曲名というかクラッシュと言いますか、その前のあの MC が今回あのね、ミオとユカと日和だったんですけど、あ、実は今回あの並々ならぬ緊張をしておりました私も。あの MC が私あの毎回ちょっとね、あの偉いことと言いますか、あの今回も絶対かまへんぞって思ってたのに、あのこの後かっこいい、あのまだまだかっこいい曲が続いていきますって言いたかったんですけど、まだまだかっこいい曲がみたいな感じになってしまって、あ、いや、かっこいい、かっこいい曲が続きますね。やっちまったと思って、今日もやっちまったと思って、もうずっとパニックで、あと Calling Out Your Love の曲をちょっとずっと一人で歌ってたんですけど、それももう並々ならぬ緊張だったんですけど、それが全て終わりで、あの3人の MC があり、あの内容が多分あの動画撮ってくれてる人もいると思うんですけど、あの花火大会に行った時の内容だったんですよ。もうそこで一気にあの心落ち着きまして、せや、いったいった、でも袖で普通になんかもう観客みたいに聞いてて、からのクラッシュだったんで、クラッシュからはもう心置きなく楽しめたという、あの曲だけではなく、その MC とかも、あ、MC ちょっとあのカッティングしてもらって、 MC とかもちょっとあのどんどんあの見どころになっていったらいいなっていう所存ですね。次は10月の26日の土曜日でございます。時間は、18時オープンの18時半からでございますので、はい、ぜひぜひお待ちしております。お待ちしております。ここに出してくれてるのそうなんですよ。大きい人です。あ、大きい人です。